とうとうやってしまいます、海賊王フラッシュということで、ロジャーオバブ2までしちゃいました。すごいクリスタルのオーブとか使っちゃってもうないんですけど、もうちょっと海賊王をフラッシュさせたい、なんかロジャーオバブさせたいっていうより、海賊王っていう称号をフラッシュさせていきたいということで、もう完全じゃん、もう世界最強の男に海賊王フラッシュ、いやもう完璧じゃないかということで、やっていきますか、ロジャーフラッシュということで、いや海賊王フラッシュもはやクリアしたのも同然なのかもしれないということでね、今回やっていこうかなと思うんですけど、誰かいきなり裏来てね、ちょっと待ってびっくりした、おりんじゃない、あ白馬だったわ、ごめん、全然白馬だった、じゃあ俺見ちゃおっかな、白馬俺得意だよ、どうするどうする、大丈夫、これこうしたら終わりだからね白馬、オーケーオーケー、これは合わせ技でしっかりカバーして、ここカムサリ、間に合ったの今の、嘘、今の間に合ったの、調子乗りすぎちゃったよ、今の調子乗りすぎちゃったよ、まあでも白馬守ったのはねナイスだった説はあるから、とりあえずごめん肉食っちゃったけど、これジャスト回避して一発気絶入れ、気絶入れ、気絶入っちゃえ、気絶入っちゃえ、気絶入んないか、まあまあまあこれ一回握っちゃって、これはよろけむくをつく、でここはナイスナイスレーザー、これは一発からのボンボン使わざるを得ないか、ちょっと待って、キングがやばい、キングがやばいな、ちょっと待ってこれどうしよっかな、これキング見えてない説ない、はいオッケー、しっかり当てていく完璧、でこれはボンボン使っちゃったらどうする、一発で2発感電食らっちゃおう、感電は食らえる、オッケーオッケーオッケー、キングキング感電は食らえるって話したじゃないですか、キングさん待ってくださいよキングさん、ちょっと違います、話が違いますって、ちょ感電強いわ、何感電って、しかも感電効かなかったら吹っ飛ばすんでしょ、いたーキングこっち来んだよ、なんか吹っ飛ばされてるし俺、ちょっと待ってちょっと待って、話が違う話が違う、ちょっと落ち着いて落ち着いてください、落ち着いて、もう落ち着いてよ、一体もうわけわかんないわ、もう振動なり感電なり気絶なり、ごめん気絶は食らってないわ、ちょっとどうしようここから、だいぶ相手強いな、俺に2人たのに一気に4取りしてくるか、で俺のロジャーもいるのにな、ちょっとオッケー、あーおまあ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 大丈夫大丈夫大丈夫、全然大丈夫、ちょっと今肉食ってたか怪しかったけどね、俺の画面の距離感ではね、俺の画面の距離感ではちょっと怪しかったけどね、とりあえず言い訳はここまでにして、ここ行っちゃうか、俺が行っちゃうわ、俺が行っちゃって、はい俺が行っちゃう、オッケー完璧、さすがにさっきカウンター使ってたからね、その後誰も KO されてないのを見て、しかもここカムサリ、オッケー、これがロジャーじゃ、オッケー完璧完璧すぎる、オッケーそこは任せろ、一発からの回避を読んで、はい一発二発、あ痛いよろけ向こう欲しい、オッケーそれ避けたらもう金に勝ちだわ、でこれ一旦ジャスト回避して、ジャスト回避はしてないけどオッケー食らっちゃって、誰のレーザーね、ちょっとそっちはそっちで解決してよカムサリ、完璧じゃ、待って本当に完璧、それに関してはで吹っ飛ばしないから白馬、ここはどうするキング回避するしかないよね、オッケー、そして白馬が来る、そしてこれは一発読んで回避読んで、オッケー完璧すぎる、完璧すぎる、一発二発、オッケー一発二発、オッケー一発、オッケーで歌うた避けていく、すいません危ない危ない、避けてるけど避けてるけど、あーきついってそれはきつい、でもめちゃめちゃ終盤めちゃめちゃ一人頑張ってたけど、うわくっそ結局4位近いということで2戦目よろしくと、いやでも結構頑張れるところは頑張ったから、とりあえず無敵スキルが欲しいな欲は言いません、欲しか言ってないか、とりあえずこれちょっと見えないから、いたー見えない、カムサリ利用してしたらなんか見えないゾロが飛んできた、ちょっと一旦逃げよう、これこういう時は絶対無理だから赤ゾロは無理だから、ちょっと一回檻になすりつけて、オッケーゾロ引いたね、オッケーオッケー、結局海賊王の前では引くしかできないのよ、とりあえずここは、ここは取り際をカムサリしっかり決めていく、さあここはどうする、レーザーレーザーこっちよろけ向こうあるよ、こっちよろけ向こうあるけど、これジャスト回避しちゃいいの、さあこれ火力戻しちゃうからボンボンは使う、オッケーナイス、いいね、でこっちは味方ね、一発からのオッケーナイス、そしてここはチャージでポーン、オッケーオッケー、味方スキルかぶったけど回復向こうのがありがたいね、さあここはジャスト回避しちゃって、どうする、ここカムサリー、そしてシールドも破壊していく、いいね、いいロジャーしてるよ、ということでここからどうしよっかな、一回復活欲しいな待ってダメだ、情報修正ロジャーいっぱいしたいところいっぱいありすぎて、じゃあとりあえず、ここはレーザーからの回避ないな、あーでも裏行っちゃったか、あ回避したな今、絶対回避してた、オッケー、はい使わざるを得ないし、ボンボンも使わせた、悪くないよ、でこっちに敵のキングでここ一旦ジャスト回避して、一発二発ブーストきたー、
ブースターあっち、ヨロケムコついてるよ、まだ。オッケー、回避しちゃった、回避しちゃったら終わりじゃん、オッケー。で、あっちも歌 KO してくれてる。で、ここは、ゾロこっち来るか、いや、間に合わない、これは絶対間に合わないはずだ。オッケー、握れるか、オッケー、握り切った、オップね。ここはキングナイスカバーで属性変化させちゃっていいよ、属性変化させちゃってもいいよ。ここは一旦ナイスからの、ここは時間稼ぎ、時間を稼いで、もうオッケー、ナイス。そして最後カメサリ、ありがとうございました。はい、ということで3戦目よろしくと。いや、ここゾロか、でも凍結させたらもらったらオッケー。これは一旦カメサリ当てちゃっていいよ。ここ取りあえず取ってあげよう、ブルックのために、ブルックのためにここ取って、で2人でいてあげる。そしてゾロは移動速度のキャラだから、あ、オッケー、今うちにゲージ溜めちゃうっていう作戦ね。任せちゃってよ、攻撃しないよ、さすがに俺はバカじゃない。そこまで俺はそろそろしちゃうわ。あ、いた、え、なんでなんでそのタイミングジャスト回避、うまっ、オッケーオッケー、回避ないぞ、このゾロは回避ない。え、あるかい、ちょっと待って、嘘、オッケー、カムサリしっかり当てていく、当たったのか分かんないけど、まあいいとこ取りしてどんどん火力上げていく。まあ今のレーザーで回避がなくなってるはずなんで、はい、一発二発、ちょっと待って、やめて、KO しきれ、KO しきれ、コップで、しかもここに肉ラッキー、肉ラッキー。さあそこはカムサリ当てさせてもらおう、オッケー、火力どんどん上げさせてもらおう、ブルックのおかげで。でもかといって攻めれるとこがないんだよな、そこがちょっとな、ロジャーのきついところというか、まあなんというかね、ちょっととりあえずカムサリが肝だからな。で、火力戻されるのもうめんどくさいんで、ここはいいとこ取りを狙っていきたいところ。オッケー、うーん、なるほどね。さあここカムサリどっちかに当たる、オッケー、奥に当たってるね、ナイス、それで燃焼で KO、 悪くないな、ね、非常に悪くない。これ肉味方が食っていいよ、あ、これ敵に壊れた、もしかして、オッケー、ナイス、ジャスト回避、一発二発。さあなんでジャスト回避したんです、なんでなんでからのレーザー、ちょっと避けれる避けれる、横移動、ちょっと待って、きつい、一発でこれきついって、じゃあどうしよう、これ歌、はい、避けれる、一発二発からの、もうこれ回避、もう火力戻されてもいいや、撃つしかなくない、もうオリエンスキル多すぎて攻撃やってるんで、ちょっと待って、まあ いったんここはカイドウで、まあ裏もケアさせながら、まあゲッター不足なんで、ここどうしようかな、かといってこれ裏取り行くしかない気がするけど、オッケー、とりあえずここ行きの、ここジャスト回避、一発二発、回復向こうつけてあっち行きます、僕はこれ 裏取りだね、これこそ裏取り、からのここからのここからのレイチで行きます、オッケー、悪くない立ち回り、これは悪くない立ち回りなのでは。ここでもゾロ間に合っちゃうな、超過されてると、超過強いな、でも相手ね、ゾロ確かね無敵使ってたんで、これは俺を信じて、オッケー、カイドウ、これはナイス立ち回り、これナイス立ち回りで誰か来てほしい、ディフェンダー陣、あ、誰もいないわ、こういう時にこういう時にいないんだよね、わかる気持ち、いたー、まあ一回復活ある。これはちょっと一旦無理だから、これは一旦諦めて、やべえ、いやでも裏取れてるから、あと B 地点だな、ここ多分やばいところは B 地点がな、守れれば。いや、ここでのブルック心強、待って、ここでのブルック心強すぎるでしょ、ちょっと待って、それに関してはマジで心強いんだけど、オッケー、とりあえず最後カムサリ決めーの、チャージも決めちゃいいの、ありがとうございました。はい、ということで4戦目よろしくと。まあでもロジャーなんだかんだいけるね、まあちょっとね、そこのオリンの無敵の数に対抗できないっていうのはあるけど、でも通常攻撃のな、通常攻撃タダにしてみたらさ、面白い、こっち来ちゃった、こっち来ちゃった、このキング、どうしよう、これはすごい、どうしよう、まずドローも来てない、あ、これカムサリ入る、オッケー、ナイスカムサリ、いいね、気持ちいいわ、やっぱりカムサリ、ごめんね、キング取っちゃうわ、キングの、取っちゃったけど、あ、これ属性変化してる、ナイス、緑ゾロ、青ゾロ、ちょっと待って、これどうしよう、でもかといってどうしようかな、ここ一旦オッケー、ジャスト回避、なんでできてないの、これ回避読みます、オッケー、ナイス、手を悪くない、KO からのなんかレーザー来てそうだよね、だよね、まあまあしょうがない、これはまあ、地味に後隙あるんでね、やばい、ゾロ、ちょっと待って、どうしよう、これ任せていい、任せるわ、オッケー、一旦任せ、ナイスケオ、ナイスケオ、それに関しては、で2人味方 KO されてるから、これはカムサリ撃っちゃうわ、撃っちゃってさすがに KO されない、オッケー、さすがにね、あ、やばい、これ中か、バカかじゃなくて外か、あー、もう終わった、ありがとうございました、本当にきついっすわ、本当に歌きついっすわ、チャージじゃないとさ対応できないもんね、それであいつシールドあるしさ、なんの強いって。まあとりあえず一旦ここはゲッター不足なんで、まあここ裏行くと見せかけて C 地点をみんなに狙っていきたい。でブースト来るね、これは死んじゃいけないね、でカイドウを止めるという意味でも
まあ別に悪くはない。こっち来てくれたらありがたいけどね。それでこれこっち行っちゃって、はいはい、裏抜けできてしまう。そしてここジャスト回避できてない。そして無敵だった。オッケー、ナイス、歌けよ。オッケーオッケーオッケー、ゾロも回復向こうつけた。はい、オッケー、十分十分、二人引きつけてるからね。でその間に C 地点が、これブーストで、これは結構さ頑張った方なのでは、味方の人たちも含めね。あ、でもクラッカーがいるから結構いい感じになったのかな。いや、でかそれ。いや、頑張ったね、これに関しては。これはやばい。一発二発で、3発で、一回やった一発二発。で、これゾロ来る可能性あるから、ここ撃っちゃって。いや、まずいか。あ、でも赤ゾロだ。赤ゾロだ。なんだそれ。かぶせれー、ナイス、痛ーい。オッケー、これは中でしょ。これはさすがになんか、外かーい。これしんどい、これしんどい。パカリ、パカリ。待って、立ち場が中で食らってる。すいません。これ立ち場が中に、レーザー食らうと回避全部いなくなるんですよ。ちゃんと回避チーム入っちゃうんですよ。なんでですか？本当にそれはなんでなんでしょうか？本当に気づいてくるなー！はい、ということで、ラストよろしくどう。いやー、まあね、立ち場グってなんかね、恩恵あるキャラとないキャラがあるんだよね。例えば、ドフィーのシールドは立ち場グ中に攻撃してもクリティカル入ればなんか短縮されてたりした気がするね。だからそこがね、ちょっとだからオリンのやつもそうなんだけど、ちょっとね、さあるんだよね、タッチバグ、なんかいいキャラと悪いキャラがね、そこがちょっとよくわかんないですけどね、正直。これはとりあえずシールドを、アルフィー突っ込め。お前は状態上向こうじゃん、今頑張れ頑張れ頑張れ。シールド、シールドキャラ多すぎだろ。待て、相手面倒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 、ここい、さすがに誰かに当たってる。めっちゃ当たってんじゃん、ラッキーラッキーラッキー。これで結構火力は上がって、さらにウタもウータもやっちゃってください、オリンさん。これ突っ込んできたらラッキー。よっしゃー、ラッキーラッキーからの、オッケー、ここは回避読んで、なんでやねー。最悪最悪、もう歌たまったかな。やだよ、さすがに、さすがにそれはやだ。オッケー、守ってくれてる。で、歌がちょっとでも突っ込んできてみ、俺がカムサリでオリンをカバーする。オッケー、これは、あ、びっくりしたびっくりした敵かと思っちゃったよ。オッケー、これはとりあえずあそこはやばそうではないけど、まあでもちょっとやば、あ、大丈夫そうだね。でもこっち来る可能性あるんだよな、キング。ここじゃー、完璧。歌歌使いたくなった、その一瞬を見逃さずに KO していく。オッケー、それじゃあちょっと、なんでやねなんでやね、あ、やべ、これもう一回来る。はい、これは守っていく。あ、ごめん、やられてたごめん、やられてたね。これは回避を読みたい。キング来るから撃っちゃおう。ナイス、おいおいおい、好きすぎ、好きすぎだろ。オッケー、ナイスナイスナイス、やばい、最悪だよ、もう、ウタ。まあ、今のはウタじゃなくてもやられてたか。まあまあまあ、しょうがないね。いや、オッケー、ここから行くか。まあでも頑張った、今のは。結構頑張れた気がする。で、相手ブーストはしっかり耐え切れたんで、あとはキングをちょっと警戒。あ、これ、KO できるな。オッケー、できないわ。最悪。恥ずかしい。恥ずかしい！一発にやつ、オッケー、ウタウタも奇跡的に避けれてる。いや、これ、守り中しか。あ、でも一人いるな。一人いるから。これまだウタウタ使うべきところではない。これは一旦味方キング食った。いや、これ一旦俺が見るか。これはオッケー、無駄回避しないで。オッケー、なんでやる、回避寄せてますって、本当に本当に回避寄せてるからね。そしてここオッケー打っちゃって、うーん、オリンか、任せよ。で、ブーストまで待機だね、これは。正直ブーストまでカイドで死なないようにして、やっちゃってください、やっちゃってください。あ、俺 KO しちゃおう、 KO しちゃって回復させてもらって、ここからキングまた来たか。 OK、 一発二発で OK、 悪くないんじゃないか、これは。で、ここからブーストで俺がしっかり守っていきたいところ。 OK、 一発いって、何それ、すごいんですけど今の、何それ、一発二発で OK、 これ撃っちゃいいの。はい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 、ここ取れるんじゃない、いたー、最悪。ちょっと待って、まずい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 、あーし、クラッカーのビスケット強い。ちょっと待って、ヒルバラティじゃスキル1なかなか使えなかったな。うわ、ちょっと使いどころむず、うわ、なんか常に誰かやられてたね。うわ、あと少しだったな。でもうわ、あとちょっとだった、マジであとちょっとだったね。いや、悪くはなかったんだけどね、あれでした。